今から帰ろうと思いまして、いや、やっぱり鳥は可愛いなと思って、あとなんか柴犬もなんかめちゃくちゃ可愛い柴犬に行ったんですけど、やっぱり人間がゴミだわと思って、ゴミなのは人間だと思って、鳥も犬も可愛いんだけど人間がゴミだわと思った、やっぱり、だからあれだなと思って、本当トグロ弟とか、まさにトグロ弟とか、潜水みたいな話かな、もう悠々白書の世界かなと思って、いやもうやばいっすね、ちょっとやばくないですか、潰れちゃってるよやっぱり、その